よろしくお願いします。こんにちは。鳥取大学工学部化学バイオ系学科の岡本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。現在、厚生労働省が指定する対策が急務な疾病として、ここに示す、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患の5つが挙げられています。どれも身近に存在し、継続的な治療を要する病気ですが、その中で日々の食事と深い関わりのある糖尿病に着目しました。厚生労働省による調査では、国内での患者数はおよそ329万人と、高齢化社会の影響もあり、特に65歳以上で増加が目立ちます。また、20歳以上を対象とした調査において、将来、糖尿病に罹患する可能性のある予備軍も増えつつある傾向が懸念されています。糖尿病には主に幼少期から発症する1型と、成人以降の生活習慣が原因でインスリン分泌の低下によって起こる2型があります。日本人には後者の2型糖尿病を多く、高齢化によって今後さらに患者数が増えると予測され、健康寿命の延長と健康格差の縮小、介護や社会保障費の負担を軽減していく上で、より日常的な予防対策が急務とされます。ご存知のように、私たちは食べ物を消化することでエネルギー源であるブドウ糖を補給しています。健常な状態では、食後に吸収したブドウ糖は、膵臓から分泌されるインスリンの作用によって、細胞内に速やかに取り込まれますが、糖尿病に罹患すると、膵臓の働きが弱くなって、インスリン分泌が低下したり、肝臓や筋肉などの組織が、インスリンの働きに対して鈍感になる、インスリン抵抗性に陥ったりして、ブドウ糖がうまく取り込めず、血中に多く残存した状態が続きます。したがって、エネルギー源のブドウ糖を体内へと吸収できなくなり、3度3度の食事をとっていても、飢餓状態に近く、体は次第に痩せていくというわけです。ブドウ糖は生物にとって重要なエネルギー源なのですが、血中に多く残存した状態が長期間継続した場合、体の各所に悪影響を及ぼします。高血糖状態を放置して糖尿病が進行すると、血中の糖濃度が慢性的に高くなることで、毛細血管が徐々に損傷を受け、目や腎臓、神経などに重篤な合併症を引き起こし、患者自身の QOL が低下するのみならず、脳卒中や心臓病につながる動脈硬化を引き起こしやすく、血流障害によって感染症にかかりやすくなったりなどして死亡リスクが高まります。こうなる前に、日頃から適度な運動をしたり、脂肪の多い食事をセーブするなど、予防対策が重要です。一方で、ここ最近、国内の状況はかなり落ち着いてきたものの、新たにオミクロン株の世界中で脅威となる新型コロナウイルス感染症に対して、糖尿病の症状を抱えている場合、健常者に比べて重症化しやすく、特に中高年においては注意を要するとされます。詳細は未だ不明な点も多いですが、こうした傾向は世界で報告されています。2型糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの働きの低下、すなわちインスリンの作用不足で起こる生活習慣病であり、加齢、過食、肥満、遺伝、運動不足、ストレスが原因とされます。
糖尿病の治療薬には、インスリンの効果を上げて抵抗性を改善する薬、膵臓からのインスリン分泌を促進させる薬、インスリンの分泌を誘導し、食後の高血糖を改善する薬のほか、糖の吸収を抑えて排泄を促進させるものなど、様々な作用機序のものが存在し、病状に合わせて1種類もしくは数種類の飲み薬、それと注射薬を組み合わせて用いられます。近年では糖尿病の第一選択薬として DPP-4 阻害薬が処方されるケースが増えています。DPP-4 とは、ジ・ペプチジル・ペプチダーゼ4と呼ばれる酵素の略称で、人では全ての臓器の上皮細胞や繊毛細胞、リンパ球、血管内皮など様々な箇所に存在しています。この酵素は食べ物を経口摂取後に腸管から血中へ分泌されるグルコース恒常性の維持に関わるホルモンのインクレチン、GLP-1 や GYP を基質として分解します。インクレチンは食事をとっていない空腹時には分泌されず、食後など高血糖時においてのみ作用します。DPP-4 が過剰に働くと、インスリンの分泌が弱まり、血糖値コントロールが難しい状態に陥ります。2型糖尿病患者は、インクレチンの効果が低下し、インスリン分泌が少ないとされます。そのため、DPP-4 活性を阻害することにより、インクレチンが分解されにくくなることで、作用時間を長くし、それに伴って応答する膵臓からのインスリン分泌が刺激され、食後の高血糖が改善されます。人血液系におけるインクレチン作用の増強により、インスリン分泌の調節は、2型糖尿病治療のための重要なアプローチとなっており、DPP-4 阻害薬として、シタグリプチン、ピルダグリプチン、サキサグリプチンなどが臨床現場で使用されています。これら DPP-4 阻害薬は、血糖の上昇に伴って作用するため、低血糖を起こしにくいのが特徴で、単独投与のみならず、他の糖尿病治療薬との併用が高血糖の治療において有効となっています。我々は持続可能な開発目標 SDGs の観点から、廃棄される牛乳からの有用物質変換など、自然の潜在能力を活用した新たな有効活用法について研究しています。その中で、野生キノコを牛乳で培養した際、発酵牛乳中に一部のペプチドが特異的に蓄積し、血圧硬化に関わるアンジオテンシン変換酵素阻害活性を示すことを見出しました。そこで、キノコによるこうした変換能が他のタンパク質原料にも応用できるのではと考え、様々な原料に対して検討しました。その中で、大豆に対する生育と分解性が良好であった点に着目し、キノコ発酵豆乳中に血糖値改善に関わる DPP-4 阻害活性を発見しました。これまで食品における血糖値抑制の技術として、トウモロコシでんぷん由来の難消化性デキストリンを食品成分としたものが主流となっており、腸管からの糖吸収を抑える効果を謳った特保の飲料などで利用されています。また、食事の消化で生じた二糖類をブドウ糖に分解する酵素、アルファグルコシダーゼを阻害する植物由来成分の添加によって、
ブドウ糖の酸性と吸収を緩やかにすることを狙いとした商品もあります。先の内容をモデル図で表したものです。難消化性デキストリンなどの食物繊維を添加したタイプでは、食物繊維がこのように腸管を覆うことで糖の吸収を緩やかにするという仕組みです。一方、アルファグルコシダーゼを阻害するタイプは、二糖類の消化吸収を緩やかにすることで、血糖値の急激な上昇を抑えるものになります。しかしながら、DPP-4 阻害効果を狙いとする、ペプチドを利用した食品はこれまでにありません。キノコで大豆や豆乳を発酵させるという技術は存在しますが、DPP-4 に関しての言及はありません。また、豆類を酵素製剤や微生物発酵で DPP-4 阻害ペプチドを得るという技術はありましたが、ここでキノコは対象微生物に含まれていませんでした。今回我々は、エノキタケやマイタケといった食用キノコを用いて、牛乳などの豆類を発酵させ、その発酵液に DPP-4 阻害活性を見出しました。豆類発酵物中に DPP-4 阻害ペプチドの存在を認めました。こうしたキノコ発酵物は、血糖値を低下させたり、2型糖尿病の予防に利用できる可能性があると考えています。ここから本技術の具体的な結果をいくつか示します。発酵物の DPP-4 阻害活性は、エンゾライフサイエンス社製 DPP-4 ドラッグディスカバリーキットを用いて測定しました。阻害活性の指標として、キットに含まれる DPP-4 阻害剤 P3298 を基準に、これに匹敵する値を有効な阻害レベルと評価しました。使用した豆乳は、糖などが添加されていない無調整豆乳で4.2%のタンパク質を含みます。食用キノコの中でも比較的生育の早いエノキタケと、タンパク質分解能力が高いことで知られるマイタケを使用した例になります。無調整豆乳 200ml を滅菌後、菌糸を摂取し、24度で回転浸透培養を行い観察しました。経術的に採取したサンプルを2.5倍希釈した液の DPP-4 阻害活性を測定した結果をこちらに示します。上がエノキタケの結果になります。エノキタケは豆乳のみという条件でも立ち上がりが良く、良好な菌糸の生育が見られました。マイタケでは時間がかかりましたけれども、エノキタケで同等の阻害活性を示しました。こうした DPP-4 阻害活性の要因として、発酵豆乳中に DPP-4 を阻害するペプチドが有利していることを明らかにしています。豆乳中で生育の早いエノキタケを対象に、培地容量を5倍の1リットルとした場合の豆乳発酵試験を行いました。培養並びに測定条件は先と同様です。多くのケースでキノコは培地容量を増やすと、菌糸の生育や物質の生産性が、極度に落ちることがあるのですが、エノキタケの場合、豆乳の容量を増やしても良好な生育はこれまでと変わらず、比較的高い DPP-4 阻害活性を示しました。このように、培地容量を1リットルと増やした場合でも、先の 200ml の場合と同様、阻害活性のピークは12日目が最大となり、その後は低下傾向を示しました。こうしたスケールアップの検討から、本菌は大量培養にも適したキノコと判断しました。次に、黒豆、枝豆、大豆の乾燥固形物を水に対して10%濃度で添加したものを調整し、
この時、原料の豆はあえて破砕処理せず、豆の形のままで用い、酵母エキスなどの窒素源は何も添加しませんでした。いずれの区分でも、エノキタケとマイタケの生育は豆乳の場合と比べると低下しました。各区分において、10日目と16日目に採取したサンプル希釈液の DPP4 阻害活性を測定した結果になります。まず、黒豆培養区分での DPP4 阻害活性は、エノキタケ、マイタケともに豆乳の時よりも低い値でした。このエノキタケとマイタケ間の阻害活性の差は、生育の違いが影響していると思います。同様に、枝豆や大豆の培養区分でも、豆乳の時よりも阻害活性は下がり、エノキタケの方が高い傾向を示しました。今回、豆乳よりも生育や DPP4 阻害活性が低くなってしまったのは、豆の破砕処理をしていなかったため、キノコ菌糸が分泌する分解酵素が豆の内部にまでうまくアクセスできなかったことが原因と考えます。先の豆乳と比べると、生育や阻害活性は低下したものの、こうした豆を未処理の状態でも DPP4 阻害ペプチドが有利し、阻害活性は認められました。よって、豆を細かく砕いた状態で用いたなら、豆乳の場合とほぼ同様の阻害活性が得られるのではないかと推測します。2型糖尿病に罹患している人では、食後に小腸から分泌されたインクレチンを DPP4 が速やかに分解してしまい、インスリンの分泌が低下した状態にあります。一方、DPP4 阻害ペプチドを含有した豆類発酵物を摂取した場合は、DPP4 の働きが抑えられて、インクレチンが分解されにくく膵臓へ作用することで、インスリン分泌が亢進し、高血糖状態が改善されると考えています。高齢化社会において健康寿命を伸ばす上で、バランスよく年齢を重ね、身体機能の衰退スピードを緩和することが重要とされており、そういった面に貢献するものとして、アンチエイジング物質があります。キノコによる豆乳発酵物中の機能性物質を探索したところ、アンチエイジングに関わる物質も存在していました。大豆には女性ホルモンのエストロゲンと似た構造で同様の作用を示すイソフラボンが含まれていることが知られています。通常はブドウ糖が結合した配糖体型となっており、このままでは吸収されにくいとされます。キノコで発酵させることで、ブドウ糖が外れたアグリコン型イソフラボンへ変換されることが分かりました。これにはこうした機能の報告があります。また、キノコ類に含まれる抗酸化物質として知られるエルゴチオネインの存在も認めました。エルゴチオネインは肌や認知機能の老化予防に効果があるとされ、近年改めて注目されています。従来技術では、酵素消化や微生物発酵での DPP4 阻害ペプチド生産に限られていましたが、キノコを利用して豆類を発酵させることで、糖尿病の予防につながる DPP4 阻害ペプチドの生産のみならず、アンチエイジング効果も追加され、多様なニーズに対応する食品の開発につながると考えます。こうした技術を用いることで、既存の食品の高機能化や、そして対象は人に限らず、ペットフードへの応用も期待されます。想定される用途としては、豆類由来の DPP4 阻害ペプチドを含む食素材の既存製品への転換による商品価値の向上、食品や飲料、並びにサプリメント製品の開発です。実用化に際しまして、現在までにジャワファーメンターを用いた発酵豆乳生産が可能なことの調査が進んでおり、今後より大容量の安定した生産について検討する予定です。また、動物を用いた生体内での血糖値効果作用の検証を行うとともに、それが
DPP-4 阻害によるインクレチン増加から来るインスリン分泌促進かどうかについても明らかにしていきたいと考えています。そして原料となる食用キノコと豆乳、それぞれは私たちが普段口にしているもので、安全性は担保されていますが、これらを混合させたキノコ発酵豆乳の食品としての安全性についても当然ながら調査する必要があります。本技術をもとにした展開を考える上で、食品添加物や機能性食品開発のご経験やノウハウをお持ちの企業様と共同で研究開発を進めることができればと願います。また、このような分野の企業様にも当該技術をご検討いただけたらと思います。本技術に関する知的財産権としては、ジルペプシターゼ4阻害活性が高い豆類発酵物及びその製造方法という名称で、2019年12月に出願し、本年6月24日に公開されております。本技術に関して、もしご興味やお問い合わせがございましたら、後ほど技術相談、質問ルームの方へお越しいただけましたら幸いです。後日の場合は、こちらへご連絡お願いいたします。ご清聴どうもありがとうございました。